を軽々持ってますが、意外とじゃないですね、かなり重たいですよ、ね、上げながら動くというのはなかなか難しいかと思います。後でね、持たせてもらってください。はい、ありがとうございます。さあ、では温まりましょう。前にともですね、みんな小さい頃からやっておりまして、もう中学生になってしまいましたが、男の子今日は一人ですね、打ってくれております。もう2019年ね、来年は2020年ですが、ちょうど駒郡県に1300年に向けてですね、私ども PR も一役買わせていただきました。今年は10日ほどマンズシャケが咲くのが遅かったんですよね。ちょっと見ていただけると、飯田橋の、拠点でございますので、マンズシャケがこう施されている旗を撮ってくれております。はい、ありがとうございます。さあ、緑の旗が終わりました。そして黒い旗も終わりましたが、今は巾着田は一面のね、あのマンズシャケの葉っぱでグリーンに見えますが、コラボね、はい、ちょっと今日はスペースがあるのでいい感じに、はい、たまにあります、はい、たまにありますが、多分、はい、次も行きましょうか。まあ、ご愛嬌ということですね。はい、もう一回行く。私ども結成今年21年になりまして、いろいろ各地で賞もいただきながら記念に作った旗もたくさんあります。今日はもう1、2、3本なんですが、まだ水色の旗があったりね、黄色の旗があったりしますよ。駒神社さんでも振らせていただいている旗でございますので、ご利益がたっぷり詰まっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。